こんにちは。総務委員会の資料を担当いたします村上です。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。改選後初の常任委員会でありますので、委員長が補選されるまでの間、委員会条例第10条第2項の規定により、年長委員が臨時委員長の職務を行うこととなっております。出席委員中、福島委員さんが年長の委員でありますので、ご紹介申し上げます。では福島委員さん、委員長席の方へお願いいたします。はい。皆様こんにちは。こんにちは。ただいまご紹介をいただきました古島剛でございます。年長の由来をもちまして、委員会条例第10条第2項の規定により、私は臨時に委員長の職務を行います。どうぞよろしくお願いを申し上げます。なお、本委員会終了後、写真撮影を行いますので、ご承知を願います。それでは、定速数に達しましたので、ただいまから総務委員会を開会いたします。これより委員長の補選を行います。お分かりします。委員長の補選は本来ならば投票によるのが原則でありますが、指名推薦の方法によることもできます。いかがいたしましょうか。投票でお願いします。あ、投票で、はい、します。まあ、投票というふうになりました。しばらく紹介いたします。はい、本会に戻します。投票にいたしますか、指名推薦にいたしますか。はい、はい、高田委員、投票でお願いします。はい、それでは委員長の補選は投票により行います。なお、無効票の件でありますが、議会が行う選挙においては、公職選挙法第68条の2の規定の適用がありませんので、同一の氏または名の者が2名以上ある場合において、その氏または名のみを記載した投票は無効であります。また投票の結果、得票が同数の場合は不示で定めることになっております。委員会室の閉鎖を命じます。ただいまの出席委員は7名であります。投票用紙を配布いたさせます。配布漏れはありませんか。ありません。投票箱の点検を願います。それでは順次投票を願います。投票漏れはありませんか。ありません。投票を終了いたします。委員会室の閉鎖を解きます。開票を行います。会議規則第127条において準用する同規則第31条第2項の規定により、立ち会い人に堀委員、橋本隆義委員、浦川委員の3名を指名いたします。
立ち会い人の立ち会いを願います。選挙の結果を報告いたします。投票総数7票、これは出席人数に符合いたしております。有効投票数7票、無効投票数0票。有効投票数投票中、古島委員5票、堀委員2票。以上の結果、有効投票の最多数を得た私が委員長に当選をいたしました。それでは就任のご挨拶をさせていただきます。委員長に就任をいたしました古島剛でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。しばらく紹介いたします。本会に戻します。それでは副委員長の御選を行います。お分かりします。副委員長の御選は本来ならば投票によるのが原則でありますが、指名推薦の方法によることもできます。いかがいたしましょうか。はい、高田委員、投票でお願いします。はい、それでは副委員長の御選は投票により行います。なお無効票の件でありますが、議会が行う選挙においては公職選挙法第68条の2の規定の適用がありませんので、同一の氏または名の者が2名以上ある場合において、その氏または名のみを記載した投票は無効であります。また投票の結果、得票が同数の場合はくじで定めることになっております。委員会室の閉鎖を命じます。ただいまの出席委員は7名です。投票用紙を配布いたさせます。
配布漏れはありませんか。すいません。投票箱の点検を願います。順次投票を願います。投票漏れはありませんか。ありません。投票を終了いたします。委員会室の閉鎖を解きます。開票を行います。会議規則第127条において準用する同規則第31条第2項の規定により、立ち会い人に堀委員、橋本隆義委員、村川委員の3名を指名いたします。立ち会い人の立ち会いを願います。選挙の結果を報告いたします。投票総数7票、これは出席員数に符合いたしております。このうち有効投票数7票、無効投票数0票、有効投票中高山正雄委員5票、堀委員1票、山本高明委員1票。以上の結果、有効投票の際多数を得られました高山委員が副委員長に当選されました。副委員長に当選されました高山委員の就任のご挨拶をお願いします。副委員長、副委員長席へ。それでは就任のご挨拶をお願いします。委員長にご配慮いただきました高山でございます。総務委員会は初めてでございます。
古島委員長のもと勉強してまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。次に当委員会の所管事務調査の決定についてご協議願います。しばらく紹介いたします。委員会に戻します。紹介中に事務局から所管事務調査等について説明がありましたが、何かご意見はありませんか？ありません。なし。参考までに前期の当委員会の所管事務調査は、行財政の運営に関する諸問題の調査、総合計画の策定推進等に関する諸問題の調査の2件でしたが、本委員会の所管事務調査について委員の皆さんからご意見等はありませんか？なし。はい。それでは当委員会の所管事務調査は、ただいま出しましたご意見のとおり、行財政の運営に関する諸問題の調査、総合計画の策定推進等に関する諸問題の調査の2件と決するにご異議ございませんか？ありません。ご異議なしと認め、そのように決しました。次に閉会中の継続調査の件についてお諮りいたします。ただいまご決定いただきました所管事務調査2件につきましては、閉会中も引き続き調査することとして議長に申し出たいと思いますが、これにご異議ありませんか？なし。ご異議なしと認め、そのように決しました。他にありませんか？ありません。以上で本日の日程は全部終了いたしました。これをもって総務委員会を散会いたします。ご苦労様でございました。